スロバキアコルナは1993年2月8日から2008年12月31日まで使用されたスロバキアの通貨単位 ISO4217 コードは SKK である。コルナは1939年から1945年の第二次世界大戦中にもスロバキア共和国で使われていた。補助通貨はハリエルで1コルナは100ハリエルに相当する。 2009年1月1日にユーロに移行された。スロバキア語では、コロナや、ハリエルは、続格となり、数字の後についてそれぞれ、コリニー、または、カーン、ハリラブと書かれる。コリニーは2、3、4の数字の後に使われ、それ以外の数字の時は、カーンが使われる。コロナは、第二次世界大戦中の1939年から1945年まで。 スロバキア共和国の通貨だった。一時は10日でチェコスロバキアコルナにとって変わったが、後にチェコスロバキアコルナに戻された。当初は10コルナイコール1ライヒスマルクだったが、1940年10月1日に、レートが改定され、11.62コルナイコール1ライヒスマルクとなった。1939年、デノミネーションに伴って10ハリエル、5コルナ、20コルナの効果が発行された。 さらに1940年には20ハリエル、50ハリエルと1コルナの効果も発行された。10ハリエルと20ハリエルは銅か、50ハリエルと1コルナは白銅か、5コルナはニッケルか、20コルナは銀かであった。1942年、亜鉛の5ハリエルかが作られ、20ハリエルは材質が銅からアルミニウムに変わった。また、翌1943年には50ハリエルも、 アルミニウムとなった。1944年には10コルナと50コルナの銀貨が発行された。戦前のチェコスロバキアコルナと比べて、スロバキアコルナの10コルナと20コルナの銀貨は、銀の割合が70%から50%に減った。また5コルナの大きさも小さくなった。高価のデザインは、アントン・エイチ、メートル、アンドレ・ピーター、グジザ・アンガヤル、ラディスロフ・マジャースキー。 フランティーシェック・ステファンコが言った。1939年、スロバキア共和国は100コルナ、500コルナ、1000コルナの紙幣が発行された。また、同年、政府から10コルナと20コルナの紙幣も発行された。1940年には、スロバキア国立銀行が50コルナ、100コルナ、1000コルナの紙幣を発行し、翌1941年には500コルナ、 1944年には5000コルナの紙幣も発行した。政府は1945年に5コルナ紙幣を発行した。スロバキア以外にドイツ、ロシア、ハンガリーなどでもデノミが起こっている。1993年新しく独立したスロバキアはチェコスロバキアコルナと10日で独自の通貨を発行した。1993年デノミネーションに伴って10ハリエル。 20ハリエル、50ハリエルと1コルナ、2コルナ、5コルナ、10コルナの効果が発行された。10ハリエルと20ハリエルの効果については2003年12月31日に流通が終わった。効果の表にはスロバキアの紋章が描かれ、裏にはスロバキアの歴史にちなむモチーフが描かれている。1993年、デノミネーションに伴って20コルナ、50コルナ、100コルナ、 500コルナ、1000コルナの紙幣が発行された。1994年には5000コルナ紙幣が発行された。紙幣の表には現在のスロバキアの領土に住んでいた様々な時代の人物が描かれている。裏面には彼らの活躍した場所と人生が説明されている。下のグラフは1999年から2005年までのコルナに対するユーロの為替相場である。 コルナは2005年11月28日に1ユーロイコール38.4550コルナという相場で欧州為替相場メカニズムに参加した2007年3月17日この相場は8.5%を切り上げられ1ユーロイコール35.4424コルナに変更された2008年5月7日欧州委員会は 条件が整ったと判断して2009年1月1日にコルナからユーロに移行することを提案した。この提案を受けて2008年6月19から20日に開かれた欧州理事会で加盟国首脳はユーロへの切り替えを承認し、コルナは2008年12月31日をもって廃止された。なお、スロバキア国立銀行ではコルナ紙幣のユーロへの交換を無期限に受け付けているが、 コルナ効果のユーロへの交換は2013年末までとされている。ありがとうございます。